バニー・レイクは、行方不明は、1965年のイギリスのサスペンス映画。監督は、オットー・プレミンジャー。出演は、キャロル・リンレイとローレンス・オリビエなど。イブリン・パイパーの同名小説の映画化。タイトルを、ソウル・バスが担当。主人公が行方不明者を探すという同様のプロットの映画としては、バルカンチ特急、フライト・プランなどがある。 テレビシリーズでは1990年のシンスタートレック第4シーズン5は恐怖のアープバブルも同様のプロットである。パイパーの原作には1889年に発生したとされるパリ万博事件が紹介されている。イギリス人の母子がパリのホテルに宿泊したが母親が姿を消し、娘が必死に探すが初めから母親はいなかったと言われるという事件である。 映画評論家の町山智宏は本作がバルカン町特急やフライトプランなどの類似の映画と異なる点として行方不明になるバニーレイクを最初に見せないことを挙げている類似の映画では行方不明になる人物が最初に画面に登場するため観客はその人物が劇中に実在することを知っておりその人物を探す主人公を応援できるそれに対し本作では 行方不明になる前のバニーが画面に登場しない。それに加え、バニーの母、アンを演じるキャロル・リンレイの演技が、情緒不安定であり、唯一アンを信じる、兄のスティーブンまでもが、アンは空想上の友達をバニーと呼んでいったと語るため、観客もバニーの実在を信じられなくなる、というものである。ロッテントマトズによれば、15件の評論の、 内高評価は87%に当たる13件で、平均して10点満点中6.9点を得ている。ありがとうございます。